68円だね。お菓子も食えないグッバイグッバイ待って。こちら俺の自信作やから。これ自信作って何？リルと畑とビケファイヤービケサンダーリフトおかしいだろビケフリーズせーのビケファイヤなんでそんな参戦してんの。そんなメンバーでですね今日やっていく企画はこちら。誰だイレイス恒例プロセカ実況のコーナーだもプロセカ実況していくんですけど、もう3回目なんで普通にやっても面白くないと思いましたので、プロセカは面白いよ。やっていくのはですね、イレスメンバー全員最終コンボ数かける1円で夜ご飯買ってみたー。またコンボ数かける1円。そう。やばなんかやばそうな匂いすんな。コンボ数かける1円で夜ご飯買っていくというだけの企画です。大丈夫それマロちゃんとかさ、ね、毎回夜ご飯2万とかするのか。ふざけんじゃねーよマジで。まあそれ2万本もかますしかないんじゃない。そうなんだ。大丈夫初めて知った。まあまあまあ一旦説明すると一人ずつね、メンバー6人いるのでプレイしていってもらいまして、最大コンボじゃなくって最終コンボ数かける1円が今日の夕ご飯の予算となります。なるほど。曲も難易度もね自由に設定してもらっていいんですけど、まあ、ちょっと難易度下げすぎちゃうとねあのコンボ数稼げるかもしれないけど、まあ、そもそもあんまコンボできないみたいなこともあるのでないので自分でね選んでみてください。なるほどね。ってのやったらないこだけプロセカやってるからずるいって言われそうなのでずるいってマジで本当にふざけんじゃないよ。ふざけんなよ。ずるじゃんっていう風に空気悪くなるんで、何個だけマスターって、ね、一番難しい難易度の位があるんですけど、そいつでさせてもらいます。これでか？やれやれ。できんのか？でもできる。これでか？できるのにやったただ高いもの食べれるだけだからな。じゃあその分俺らにも払ってよ。やばいね。待って。まあまあ頑張りましょうよ。はい。というわけで始めていきましょう。はい。おいしょー。はい。頑張りゆら。じゃあまずリウラからよろしくお願いします。はい、リウラです。お願いします。はい、はい、ナイコの iPad を使って頑張ってください。はい。なんか簡単、でも簡単だとコンボできないのか。そうだよ。なんかおすすめないの？あ、これはおすすめ。あ、これいいんじゃない？これしよう。いいじゃん、いいじゃん。ハードぐらいがちょうどいい、初心者。そうじゃない、てかもうやってるし。もうやってた。始まったやん。指が勝手に動いてた。こいつ強いぞ。やばいのこいつ。じゃあリュウラ頑張れ。踊りだ。踊りだ。踊りだぞ。わい。やばい、ちょっと黙っちゃうわ。黙れお前は。できるやん。黙ったらもう。誰が勝てんの？最高だ。今のミスったのもあったか？お前。もうミスったんだけど。リュウちゃんどれだけするの？おとげ。これで君だったら会話検証しそうな。お前やめろ。ちょっとリュウラ実況してほしいんだけど。実況。お前。世界観しか見ないのやめろ。最後見て驚くなよ。なんか歌も上手いし絵も上手いのになんかプロセカ下手なんだねえ。なんかギャップないで。あれね言ってたもんな。待て本当に昼ご飯じゃない。夕ご飯か食える。一曲のお前待て判定曲が入ってた。主人公キスだから曲終わるまでに成長してるはず。今のはもう今燃やしてくれないといけないよ。お前68円舐めんなよ。お菓子も食えないじゃん。68円でも今買えないじゃん。やばい。あ、今100円、やっと100円いったじゃん。いいよ。おいでじゃん。来たいいよ。パクテしてるリフトが。ゼロやん。知らない。はい。あ、いい。200円じゃん。ドリフにもいい対応。おぉー。あ、着地いい。208円。お前やな。じゃあ208円。うわー、まあポテト買えるか。じゃあ次、翔ちゃん、頑張って。はい。今日もショーっぽいね。歌ってよ。いける。黙れ。いいじゃん。プロセカしたことあんの？翔ちゃんプロセカやってたんでしょ。腕2本生やしちゃう。お前やったら。お前のプロセカって何？
え、俺にとってプロセカ見せちゃってるぞ。ねえ見せちゃってんじゃねえかよ。やってました。ちょ、しゃべらせとってほんまに。何やろ。はいはいはい。ちょ、待って、お前らゆるちゃ、リーダーのマジで今んとこバカバカバカ、シュッチュー。はい、シュッチュー、一本シュッチュー、邪魔なんねえ。確かにやりづらそうだけど。いや、うざいうざい。すごいすごいすごい。お、いいよいいよ。また安定してきた。こんなもんやん。いや、反対。あ、いけるいけるいける。200いけ、200いけ。181円。理由ら以下や。もうほっとけ。あれよ、ほら、ここにほら、うまいんだろ。行きますか。あ、エキスパート行く。え、お前ずっとやってきてん。何をしたの今、勝手にずっとやってきてん。分かるけど、これやばい、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 無理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 。グッバイグッバイ。待って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 待
いたんだろ、ベアちゃんお腹なんて減ってねえ、空いたし、まあダイエット中なんで、まあ皆さんね結果いろいろあると思うんですけど、はい、改めましてコンボ数見ていくと、リュウラが208円、はい、208コンボ、チョウちゃんが181円、で、ホトケくんが0円、いや違うっておかしいもんだって、普通に兄貴が265円、あまあうまい、点やめて、マロが22円、なんでよ22円、カバマロさんね、カバマロさん、カバマロさんだろうね、カバマロで、ナイコが1060円、すごいね、すごかった、マジでやばい、マジでいいな、すごかったね、ほんまにすごかったね、あれは気合入れなきゃできないやつだね、気合入れないやる、相当やっぱ上手い人全然違うんだろ、高校生の頃違う、確かに隙間なく喋ってなかった、本気度の感じだった、青組やばいな、青組結構やばい感じでしたね、確かに青組食べられないじゃん、僕が、いや別に僕お腹減ってねえし、じゃ食うなお前は、やっぱ自己中やなこいつ、自己中じゃないでしょ、よし、それじゃあ皆さん夜ご飯買ってきてください、お願いします、誰か恵んでください、ナイ君、ナイ君一緒に行こう、22円でどこに行けばいいの僕は、はい、それじゃあ、買ってきていただいたものを実際に見ていきたいと思います、じゃあまずリュウラから、はい、買ってきました、うわすごい、じゃがいもだ、芋やないか、芋や、めっちゃ芋や、めっちゃ芋なんだけど、芋やないか、芋や、お芋さん、お前このポテトほんまに買えたんか、これ待って、逆にどこで買ったん、お前これほんまで買ったん、これあのマック行くのめんどくさくて、家にあったじゃがいも切った、どういうこと、お前買ってないじゃん、もう企画ないじゃん、企画の意味がなくなってくると、まあ同じようなもんやろ、じゃあ続いてホトケッチは9位で、しょうちゃんこちら、しょうちゃんなんだっけ、何、日本伝統のおねぎ、英語やめて、英語やめろマジで、ナレーションつけんな、誰しもは一度は食べたことがあるんじゃないでしょうか、これ中身何、具が気になるな、何でしたっけ、覚えてない、適当に買ってくんのやめろ、ちゃんと作れよ、ノリの巻き方下手、後ろの中の物は何なの、ゴミメトロみたいな、ちょっとへこんだノリのお弁当、皆様もいかがでしょうか、結局グーなんなんこれ、チラシャノリ with 昆布でしょうか、じゃあ次マロ22円いきましょう、マロ22円ね、ほんまにカバマロさん、じゃあカバマロさん、カバマロさん、気になる、うるせえうるせえ、カバ焼きのマロ当たり前だろお前ら、なんかさ、この美味しいよな、開けずに皿に置いてるのなんかちょっと寂しい、せめて開けてほしいな、リッチな感じするやん、美味しい、美味しそう、美味しそう、ほとけ欲しいやろ、めっちゃ全然いらない、欲しいな、開けんなー、だる、ナイコいきます、ナイちゃん結構いいやん、ナイコいや、何答えろ、もうお待たせしました、大変申し訳ございませんでした、この企画始めて本当に良かったなと思いました、はい、どういっぱい買ったわ、若すぎなの一人だけ、おいなりさん、めっちゃいい感じだけど、日本伝統のスケロク寿司になります、おいしそう、なんか一人だけ本当によるご飯じゃん、魚が乗っているのではなくてスケロクですので、スケロク、スケロク、いいな、紅生姜ならやるよ、紅生姜、ゆうすけいきます、ゆうすけこちら、すいません、ゆうすけこちら、おお、俺の自信作やから265円、自信作って何、何買ったんだ、いやー、一本満足、兄貴、こういうの選ぶね、これ美味しいからな、これでもあんまり好きちゃうんや、ちょうだいじゃん、これしかなかった、予算の関係上、これしかなかった、味はね、あのチョコレートとクランチだけのやつがいい、あ、言ってるね、全然うまそうやん、ちょっといろんなフルーツ入ってたから好きじゃないけど、じゃあお前にあげるわこれ、え、ほんまにありがとう、ほんまに嬉しい、いや美味しそうでもね、じゃあもう食べていい、食べよう、もういいっすか、いただきます、いただきます、いただきます、そんないからマックのポテト買って、ダイエット中だから、マクド行こうぜ、とりあえず無視してるわ、あ、梅や、あ、梅か、梅を逃げとんねん、今わかった、お稲荷さんうま、梅無理やねんけど、なぜお稲荷さん食ってんの、なあ、ほとけ、お稲荷さんとあの一本満足バー食べ合わせてみて、一回絶対まずいやん、絶対合わせちゃあかんやつ、一緒に食ってくれんかったらマロにあげる、これやったー、もらいますマロ、あ、じゃあ俺のお稲荷さんもあげるよマロ、俺のお稲荷さんって言うな、俺のお稲荷さんやめろって、その決まりやめろ、一本満足、終わり終わり終わり、